そういう打者からピッチャーへの影響力がやっぱりちゃんとあるわけですね。はい、心理としてはありますね。2、はい、ボール1ストライク、バッティングカウント、中に入った打球を捉えた、レフトは足を止めた。2試合ぶり今シーズンこれの15号、甘くなってはいけない、そんなお話があった中でスーッと、何か中田の今の状態を表す、ボールが真ん中に集まっていくような、その甘いボールを見事に捉えて、ライナー性の打球レフトスタンドへ。レフトはもうほぼ動きませんでした。ものすごい打球、あ、打球速度171キロ。でホームランが出やすいと言われる打球角度に届かない、それよりもまだ鋭角の21度なんですが、はい、26度ぐらいでしたっけですね、はい、それより低い弾道でボールは出てるんですよね。あ、これがやっぱり届くというのは3連投中というのはあるんですが、赤星であったり、あるいは新外国人期待されているクロール、はい、こういったあたりも言うわけですよね。そうですね。